大谷50号記念球を落札した日本人、衝撃の目的を語る。ドジャースの大谷投手が放った今季50号本塁打のボールがオークションに出品された。競売はすでにオンラインで始まっているが、ある日本の社長が約1億5000万円で入札したことを報告。目的も明かされており話題になっている。日本時間28日、入札を明かしたのはロコンドの田中裕太副社長だった。自身の X にて無事、入札権を得て、大谷選手の50、50達成球をオークションに入札しましたと報告。105万ドルで入札したようだ。その目的については毎日、興奮と感動を与えてくれる大谷選手にボールが戻らなかったことが悲しく、それでも日頃スポーツ界にお世話になっている身として何をすべきか考えた結果、最終的に大谷選手の手元に戻すことを目指しています。今は私が 1.5 億円で最高額みたいですが、予算もあるのでこれ以上は上がらないでもらえたら助かります。と綴った。そういうお考えの方もいるんですね、素晴らしい。会社のいい宣伝にもなるな。あのボールは大谷の努力の結晶だからな。球団オファー断って出品したアメリカ人は何を思うんやろうな。普通にかっこよすぎるわ。これはロコンド株急騰やな。南J マキューチャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。